皆さん絶足してますか？通貨に関する一考察デフレとインフレ編解説の矢坂かな子です。皆さん信用想像してますか？同じく解説の森安和こと、アホの子担当のこちやさないです。ということで通貨シリーズ第3回は予告通り、デフレとインフレについての説明だ。この概念は日常生活を送るためにも非常に重要だからね。第1回でも説明したけど、これが第二次世界大戦の原因の一つにもなってるし、バブル以降の日本の衰退の原因と考える向きもある。まあ本当に日本が衰退しているかどうかは諸説あるけどな。まあ高度経済成長期とか、バブルみたいな異常事態と比較してそう言ってる人がほとんどですからね。日本が衰退してる、っていう人は。まあこの部分については諸説あるのでここでは深入りしないが、しかしバブル以降のデフレ政策に関してはうぷ主は否定的に考えている。現状を見る限り失勢と断言することは難しそうだが、そのあたりについてはこれから詳しく説明していくぞ。経済の破綻や崩壊は、デフレに始まってインフレに終わる、っていうのがうぷ主の考えだからね。なのでまずはいつも通りデフレとインフレの意味について説明していくよ。まずはインフレからだ。前回と同じく野村証券公開サイトより引用だ。インフレとは、世の中の全体的な財、サービスを代表する価格指数、物価、が継続して上昇する状態を指す。英語表記はインフレーション。インフレと訳されることも多い。今更だけど、インフレっていうのは、インフレーションの略だ。もともとは、膨張する、っていう意味の英語なんですよね。まあ、みたいに経済の文脈で言うことが多いですけど。まあ簡単に言えば物の値段が上がることだな。これは最近問題になってますね。実際いろんな物の値段が上がってますし。そういう状態がインフレってことだ。そしてこれは逆に言えば、お金、つまり通貨の価値が下がるということでもある。そしてお金の価値が下がるってことは、みんなが持ってる貯金の価値が減るってことでもある。インフレでお金が紙くずになった、ってやつだな。なので悪いことであると理解されることも多いね。特に日本では、まあ実際アメリカとかヨーロッパではインフレが進んで大変なことになってるって言いますね。電気代が10万円になったとか、あとはやっぱりジンバブエとか第一次世界大戦後のドイツの例とかもありますよね。まあそういうのは非常に極端な例なんだけど、破壊力が高いのと効果がわかりやすいからものすごくイメージ悪いんだよね。ただし、インフレが直ちに悪というわけではない。むしろ適切な範囲であれば好ましいことだ。物価が上がるってことは消費者目線だと悪いことだけど、三者目線ではいいことだからね。人間、生きていくためには物が必要だからその値段が上がるのはありがたくない。でも人間は物を消費するだけじゃなくて生産活動にも従事してるわけだからね。そしてその活動で生産した財が高く売れるわけだから、単純に考えてプラスマイナスはゼロになるんだよ。だからインフレが直ちに悪というわけではないんだ。まあ物価だけが上がって所得は増えないってパターンもあるけどそれは特殊な例だ。そこについては長くなるのでここでは省くが、基本的なインフレの説明についてはこの後順を追って説明していこう。その前にインフレの逆であるデフレの説明だ。同じく野村証券公開サイトより引用。デフレとは、物価が継続して下落する状態のこと。一般的に省略してデフレと言われることが多い。まあこれは単純にインフレの逆だな。説明文の通り、物の値段が下がることだ。そして逆に、お金の価値が相対的に上がるということでもある。要は物が安く買えるってことだね。まあそれに合わせて所得も下がることが多いけど。これ後半の、所得が減る、っていう部分だけに注目して騒いでる人多いんだが、物価が下がる、ってことは、物が安く買える、ってことだからな。だからこれも直ちに悪いことじゃない。実際昔と比べて安くなってるものはものすごく多い。家電製品とかアホみたいに安くなってるよな。昔は20インチぐらいのブラウン管テレビが20万とかしてたんだが。でも今なら65インチの液晶が10万で買える。まあ外食の価格とかは上がってることが多いから全てのものがデフレってるわけじゃないけどね。でも、日本全体がデフレになってる、っていうのは一般によく言われてますからね。そしてデフレっていうのは物が安く買えるってことですから、消費者として大変ありがたいことなのは間違いありません。最近デフレっていうと悪いことみたいに言われますけど、悪いことばかりじゃないってことですね。まあ世の中で起こることの大半にはいいこと悪いこと両方あるもんだよ。さっきのインフレもそうだけど、デフレだって悪いことがあればいいこともある。まあそれはそうですね。マスコミなんかはデフレになったらデフレが悪い、それでインフレになったら今度はインフレが悪いって煽りますけど。まあマスコミの皆さんは視聴率とか発行部数稼ぐのがお仕事やからな。危機感煽った方がお仕事はかどるからしゃあないんやで。まあ単に、インフレになってます、っていうよりは、インフレでやばい、みたいな内容とかタイトルにした方が視聴回数稼げますからね、YouTube でも。このあたりを理解していないと、インフレの時にはインフレが悪い、そしてデフレの時にはデフレが悪い、円安の時には円安が悪くて円高の時には円高が悪い、低金利は悪いが利上げも悪くて、そして私が持てないのはどう考えてもお前らが悪い。見たく世の中の悪い点を見つけては誰かに文句を言い続けることになるからな。いや最後のはおかしいでしょ。でもまあ確かに人間悪い点に注意が行きがちなのは間違いないですね。そこで思考停止して、良い点を生かす努力をしなければ、その人の人生には物事の悪い点だけが残ることになるでしょう。良い点を享受するには工夫と努力が必要だからね。
悪い点は何もしなくても享受できるというかさせられるけど、避難は愚者にでもできるが、理解は賢者にしかできないってやつだ。まあマスコミの話はともかく、この動画ではインフレとデフレの良い点悪い点両方含めて説明を進めていくぞ。インフレになって大変だって騒ぐだけではなく、インフレになった時にどう行動するかを理解することの方が重要だからな。それができなければ、インフレになろうがデフレになろうが適切に行動することはできないからな。ということでここから詳しい説明だ。ではここで一旦広告です。ということでここからデフレとインフレについて詳しく説明していくわけだが、まず最初に重要なことは、インフレもデフレも財産つまり、物やサービスの価格が上下する現象ということだ。これは後ろの木簡にある通りだね。ものすごく雑に言えば物価が上がるのがインフレ、下がるのがデフレなわけだ。そして物価が上がったり下がったりするってことはつまり、財産とお金の交換比率が変動するってことなんだよ。つまり、財産と通貨という二つの要素だけで説明ができるってことだな。まあ実際にはこの二つの要素自体が別の要素から影響を受けるからそう簡単じゃないんだけどね。金利とか貿易とか景気動向とか。まあインフレデフレって経済の先行き、つまり経済の動向そのものですからね。それがただ二つの要素だけで予測できたら株とか投資で損する人はいないでしょう。まあそうだな。しかしそれはあくまで予測、または測定する場合の話だ。いつ、とか、どれぐらい、インフレあるいはデフレが起こるのかってのを特定することだね。これはものすごく難しい。しかし、概念を理解するだけならそういうのは必要ない。今言った通り、財と通貨という二つの要素だけで説明できるんだ。大学の授業とかだとここから全力で、金利とか貿易の話と絡めて説明しようとしちゃうんだけどね。しかしこれだと話が難しくなるから、そのあたりの話は今回はなしだ。つまり、財産と通貨のバランス、という点に絞ってインフレとデフレを説明するよ。ということでまずは左側に財産を設定し、そして右側に通貨を設定します。そしてさっきから言ってるように、インフレとデフレはこの二つの要素のバランスで説明できるわけだ。なお、話をわかりやすくするために、財産と通貨はそれぞれ10ずつが存在してるって設定しておくよ。そして財産ってのは当然それを生産する人がいて、さらにその財を通貨で購入する人がいる。この両者で交換が行われることで、通貨による交換が成立するわけだ。というのが前提条件だな。この状態では10の財産と10の通貨が存在している。つまり1の財産が1の通貨で購入できる状態だと思ってほしい。まあ実際には全ての通貨が購入に使われるわけじゃないんだけどね、預金する人もいるわけだから。しかしその辺は先ほど言った通り気にしないでくれ。そしてこれも先ほど言った通り、この交換比率が変動することがインフレまたはデフレなわけだ。例えばこんな感じだな。まずは何らかの原因で財産の供給量が減った場合だね。財産が減って通貨は減ってないから、交換比率が変動して1対2になる。1の財産を手に入れるのに2の通貨が必要になるってことだね。つまり、どういうことだってばよ。通貨の価値が半減したってことだ。逆に言えば、同じものを買うのに2倍の通貨、つまり2倍のお金が必要になる。これがインフレというわけだな。最初に説明あった通り、財産、つまり物の値段が上がるっていう状態ですね。何度か例に出したジンバブエのインフレはこのパターンだな。ジンバブエ政府が経済政策を派手に間違えて国内の産業が全滅したんだよな。経済政策っていうか、外国人を全員追い出したり財産没収しようとして外資が全部逃げちゃったんだよね。無茶しよんな。そら国内産業壊滅しますわ。これが財産供給量が原因で起こるインフレだね。左側からバランスが崩れるパターンのやつだな。そして察しのいい人はもうわかってると思うけど、この逆で右側からバランスが崩れるパターンもあるんだ。こんな感じだな。こっちのパターンでは左の財産が減るんじゃなくて右側の通貨供給が増えてバランスが崩れる。一般的にはこちらの方がイメージしやすいかもだな。ああそれはそうですね。政府とか中央銀行がお金すりすぎてインフレになるってやつ。実際昔はこのパターンが多かったんだよね。まあ経済学とか経済統計とかない時代だから仕方ないんだけど。お金する権限持ってたら誰だってやりたくなるよな。これはほんとそれ。ここのうつ主が日銀総裁になったらまずこれやるだろうね。日本の借金1300兆円、そんなもんお金すって返したらええやろみたいにな。ああそれはわかりますね。でもそれやるとこのスライドみたいに右側からバランスが崩れてインフレになるんですね。そういうことだ。ちなみにさっきは政府が通貨を発行することで右側が増えるって説明したが、それ以外もある。例えばいわゆる景気感が良くなって消費者が預金を引き出して物を買おうとするとかね。ああなるほど。銀行に隠れてたお金が出てくるわけですから通貨が発行されるのと同様の効果があるんですね。あとは金利が下がった場合も同じことが起こる。
銀行にお金預けても金利つかないから物に変えようってことだな。まあ理由はいろいろあるんだが、さっきも言った通りここではそれは省く。理由はどうあれ、右側が増えたらインフレになるんだよ。供給量が増えた通貨の価値が相対的に下がって、つまり物の値段が上がって、その結果インフレが発生するんだ。お金の価値が半分になるってことですね。そういうことだ。これは痛いですよね。銀行の預金の価値が半分になるってことでしょ。そうだね。そしてこれはつまり、資産を現金で持つことにリスクがあるってことだ。長年コツコツ貯めた現金資産がインフレで半減するってことだからな。減るというよりは蒸発するって言った方がいいかもね。使ってないのに勝手に減るわけだから。そりゃそうですね。だからある程度預金がある人は株を買ったりしてリスク分散するんだよ。実際アメリカとかヨーロッパではインフレが進んでるって話だしね。日本はたまたまここ30年ほどデフレしてたけど、これは世界的に見ると異常だからね。っていうか日本でも実際インフレに転じ始めてるからな。今までみたいにお金の価値が一定と考えるのはいろいろとリスクがあるだろう。前の動画でここのうプ主がマンション買ったのはこのためなんだよ。まあもちろんそれだけじゃなく自分で住むためってのもあるけどな。賃貸みたいに家賃払わなくていいし、インフレになってもマンション現金化すれば資産は残せるからね。とまあうプ主の話はともかく、これがインフレの概念についての説明だ。ちなみにさっきは左側の供給が原因となるインフレ、逆に右側の通貨供給が原因となるインフレの2つについて説明したが、この2つの原因は重複して発生することもある。麻雀の役みたいに重複するんだよ。つまり財産の供給が減った上に通貨の供給が増えるっていうやつだね。第一次大戦後のドイツで起こったのはこれだ。え、賠償金払えんくなってルール工業地帯をフランスに差し押さえられた。工業地帯で働いてる人がストライキでこれに抵抗してる。こりゃ国家としては労働者の皆さんを全力で支援せんといかんよな。せや、ドイツマルクスりまくって労働者の皆さんに配るんやで。ドイツのハイパーインフレはこうやって起こったのであった。あ、なるほどね。まあ気持ちはわかりますけど、そりゃインフレになるでしょ。工業地帯でストやれば財産の供給は減るのに、その埋め合わせのために通貨供給増やしたら左右のバランスは完全崩壊して当然でしょう。こんな状態になったら国内の経済は大混乱になって、そして財産の供給はさらに減ることになる。えらいこっちゃ、ほならまたお金吸って労働者を支援せな、ってなるからな。無限ループって怖いね。何事もそうですけど、特に経済は壊すのが簡単ですからね。そして、経済が壊れた時にお金を吸って立て直そう、っていう発想もありがちですよね。だからこのパターンは危険なんだよ。これはうプ主の見解だけど、日銀はこれを恐れてデフレ状態を続けてるんじゃないかと。まあある意味この状態にならないように通貨供給量を維持するのが中央銀行の役割だからな。まあこんなことになったら経済は大変なことになりますからね。でもこれはつまりインフレは悪ってことなんですか。インフレが悪いことだから日銀がそれを回避してデフレ政策を実施したってことなら日銀よくやったってことになると思いますけど。まあこれに関しては諸説あるから簡単には断定できない。っていうかそもそもインフレイコール悪じゃないんだよ。むしろデフレかインフレどちらがいいかって話だと、適度なインフレの方が好ましいっていうのが一般的な認識だ。インフレターゲットって最近よく聞くだろう。あ、そういえば最近よく聞きますね。日本でも最近物の値段上がってますけど、それでインフレターゲット達成しそうだやったーみたいな。そう、一般的には 2-3% 程度のインフレが好ましいと言われてる。今回はその部分についても説明していくわけだが、しかしそのためにはまずインフレの反対であるデフレについて理解する必要があるんだ。だからここからはデフレについて説明していくよ。ではここで一旦広告です。ということでここからはデフレについての説明になるが、まあ多くの方はお察しの通りインフレと逆のことが逆の原因で起こる。つまりこういうことだね。こっちは左側の財産の供給が増えるパターンだね。左側きっかけで左右のバランスが崩れるわけだ。今回は通貨ではなくて財産供給が増えてしまうわけだから、さっきの逆パターンで財産、つまり製品の価値が下落する。これ結構闇深いんだよね。闇深い、どういうことですか。財産の供給量が増えるってことは、生産者の皆さんが頑張ったってことだよね。まあそれはそうですね。お札するみたいに簡単にできることではないでしょうし、技術革新したり長時間労働して多くの財産を生産してくれるんですよね。でもその結果として製品価格が下落してしまうんだ。つまり頑張って工夫して製品供給を2倍にした結果、その製品の価格が半分に減るってことだな。あ、なるほど。これは生産者からしたら大変困ったというか完全に裏目ですね。このパターンは案外多いんだよね。生産者の供給能力が増えることが原因だから、技術革新が行われたり、政治的に世の中が安定したタイミングで発生することが多いんだ。技術革新が起こって生産力が増えてデフレ、戦国時代が終わって世の中が平和になった結果生産力が増えてデフレ、こういう事例が多いってことだな。これがこのデフレの闇深ポイントだ。生産力が増えるってのは人間にとって根本的な幸福なはずなんだけど、このデフレはそれが原因で発生するってことだからね。当然だが、こんなことになると生産者は壊滅する。今だったら別の経済圏に移転されたりするだろうな。
そして産業が壊滅して財産供給も激減する。あとはわかるな。これってもしかしてこの後インフレになるってことですか？その通り。デフレで生産者が壊滅あるいは逃亡して財産供給が激減、そしてその後にインフレが来るっていう流れだね。これは極めて危険な状態だな。っていうかこうなったら挽回することは非常に難しい。ある意味経済破綻の最終段階ということになる。うつ主が一番危惧しているのはこれだね。生産者が壊滅してるからここからの回復はものすごく難しいんだよ。さらにこういった状況になると政府が通貨を発行して一時しのぎをしようとすることも多いんだ。これはさっきのドイツの例がそうだな。今の日本でもそうなりかけているんじゃないかっていう指摘もあるな。うつ主個人としてはその可能性は低いと考えてるが、そこはともかく、これでデフレ初のハイパーインフレ完成だ。交換比率が20倍になってますね。つまり、通貨の価値が20分の1になったってことだ。1000万円の預金だったら50万円分の買い物しかできなくなるってことだね。これがうつ主が言っていた、経済破綻はデフレに始まりインフレで終わる、ですか。その通り。もちろん本当にこんなことになる可能性は非常に低いけどな。あともちろんだけど、さっき説明したようにいきなりインフレから入ることもある。でも日本経済が破綻するときはこのパターンになる可能性が高いとうつ主は思ってるんだよ。だからデフレの現在にマンションっていう高額な財産を買ったわけだ。この後インフレになれば相対的に財産の価値が上がるからな。後でインフレになってもそこで現金化すれば損失はない。インフレにならなければそのまま住居として使えるからな。まあこのあたりを精密に予測するためには貿易とか金利の概念を理解する必要もあるんだが、これについては長くなるから詳細は省く。まあ細かい話はともかく、要するにデフレは悪いってことですかね。まあこれも諸説はあっていいことも悪いこともあるんだけど、総合的には悪いこととされることが多い。これはさっきも言った通り、ややインフレ、具体的には年間で 2% 程度のインフレがいいとされてるんだよ。ただしその前にデフレとインフレの解消方法について説明しておこう。この辺分かってないとなぜインフレが好ましいのかが理解できないからな。ということでここからデフレとインフレの解消方法を説明していくわけだけど、その前に一旦ここまでの内容を再確認しよう。左上はインフレ、右上はデフレの例だ。どちらもさっき説明に使ったものだな。こうやって並べると、どちらも財産と通貨の交換比率の問題だということがよくわかりますね。そうだね。まあこれは最初に説明した通りだけど、今さなえも言った通り、インフレもデフレも財産と通貨のバランスが変動することを言う。通貨の方が多くなればインフレ、財産の方が多くなればデフレになる。そして程度にもよるが、どちらも多くの場合多くの人にとって好ましくない。貯金の価値が半分になったり、産業が破壊されるんですよね。そういうことだ。だからそういった状況が発生しないように制御する必要があるわけで、実際現在ほぼ全ての国家はそういった制御を行っている。もちろん日本でもね。では具体的にどうやるのか、まあ察しのいい人はすでにわかってるかもだけど、一言で言えば財産と通貨の供給量バランスを維持すればいいんだ。この図で言えば、左側が減れば右側を同じだけ減らす。そして左側が増えれば右側を増やせばいい。簡単に言えばそれだけのことなんだよ。さっきのデフレの例で言えば、何らかの理由で左の財産供給量が増えたことで左右のバランスが崩れてデフレになるわけだ。しかしこれは逆に言えば、左に傾いた天秤の右側を同じだけ重くすれば問題は解決するということだ。つまり、通貨の供給量を増やすってことだね。ああなるほど。これで左右のバランスは維持できますね。まああくまで理論的な話でこれを実行するのはものすごく難しいんだけどね。それがうまくいかなかったから日本は長いことデフレになってたわけだし。まあそれはともかく、理論的にはこれでデフレが解消できるわけだ。似た話になるが大事なことなので説明するが、インフレを解消するにはこれと逆をやればいい。これもさっき説明した通り、左側の財産供給に対して通貨供給が多すぎるのがインフレなわけだが、この状態を解決するためには通貨供給を半分にすればいいんだ。これで左右のバランスが維持されるからインフレは解消される。なるほど、これもわかりやすいですね。でも通貨供給量を減らすって具体的にどうするんですか？通貨供給増やすっていうのはなんとなくイメージできますけど。具体的には金利を上げて世の中に出回ってるお金を減らすってやり方をする場合が多い。銀行にお金預けて儲けようって人が増えるから財産を購入しようって人は少なくなるからね。ちなみに今アメリカで起こっているのがこれだ。コロナ騒ぎが収まって消費者の購買意欲が増えた結果、預金を財産に変えようとする人が増えた。つまり通貨供給が増えてインフレになったんだ。あ、そういえばニューヨークの大戸屋とか一蘭のラーメンが3000円になったとか言われてましたね。だからこれを戻すために当局が金利を上げたんだ。あ、あれはそのためだったんですか。まあそのせいで円安になったからそのことしか報道されてなかったけどな日本では。
アメリカで金利が上がると円安になるんですか？なんで？まあここは大事なことなんで説明しておきたいんだけど、これは長くなるから今回は省略だ。とにかく、そうやって通貨供給を減らしてインフレを解消させるってことだ。あとは増税することで強制的に通貨供給を減らすというのも一般的だ。ああなるほど。税金として回収すれば消費者が保有する通貨は減りますからね。まあここも詳細説明すると長くなるからこれぐらいにしておくけど、具体的な方法はともかく、インフレの時には通貨供給を減らせばいいってことは分かったね。それはよく分かりました。というところでここまでがインフレとデフレの概要とそれへの対処法だが、これを踏まえて前回予告していた、金本位制の致命的欠点について説明していこう。これは通貨を理解する上でも、また日本史世界史の観点からでも非常に重要だからね。このあたりはこの動画シリーズのテーマの一つだからな。だから気合い入れて詳しく説明するぞ。デフレとインフレに関する一考察、まだまだ続きます。ということでここからは金本位制でインフレとデフレが起こるとどうなるかを見てみよう。まずはインフレからだな。まずは通貨供給が増えるパターンですね。大戦後ドイツみたいに当局が通貨発行しすぎると破滅的インフレになりますけど。そうだな。しかし金本位制ではこの種のインフレは非常に起きにくいんだ。え、そうなんですか。っていうかこれは金本位制の重要な機能なんだけどね。これは前回動画の内容を思い出してほしいんだけど、金本位制における通貨っていうのは金の引換券なんだよ。そして金というものは非常に貴重な鉱物資源だ。つまりどういうことだってばよ。金の供給量を急激に増やすことは不可能なんだよ。これは前回説明した通り、金というのは貴重な鉱物資源で人間が作り出すこともできない。国家予算が足りないからといって国債発行して増やすってことができないんだ。そして通貨が金の引換券ってことは金が増えない限り通貨の発行量も増やせない。だから金本位制でこういったインフレが発生することはないってことになる。っていうかこの制限があるから、金本位制での通貨に信用が付与されるわけで、金本位制っていうのはこのために存在しているってことだ。ああなるほど。政府が通貨発行乱発してお金が紙くずになるってことが起こらないんですね。もちろん財産の供給が減るタイプのインフレは発生しうるけどね。ただこれは通貨の供給が原因で発生するわけじゃない。だからしゃあない。まあこれは仕方ありませんね。しかしここで破滅的インフレに発展しなければ財産供給もいずれ正常化する可能性が高いでしょう。インフレになるってことは財産が高値で売れるってことですし。そうだね。そういうのも含めて、この金本位制はインフレに強い制度ということになる。少なくとも、政府が通貨を発行しまくってハイパーインフレになるようなことは起こらない。これはいい制度。確かにこれはいい制度だね。あくまで、インフレを防ぐ、って観点での話だけどね。とかく昔は、政府が支払いを行うために通貨を乱発してインフレになる。っていうことが多かったからな。特に戦争の時にはこれが起こりやすい。死に近き者は騎馬椅子。孫子にもそう書いてある。フェリペ2世なんか4回も破産してるからな。まあ彼の場合は一時的に返済を停止しただけで特性例みたいに踏み倒したわけじゃないんだけどね。ちゃんと後でお金作って返済してたみたいだし。まあ彼の例は極端にしても、そういう事態を防ぐリミッターとして機能することがこの金本位制の利点なわけだ。だからこの制度がある限り、極端なインフレはほぼ起こらない。あれ、でも金本位制やってる最中でも第一次大戦とか大きな戦争はありましたよね。通貨供給量増やせないってこの時各国政府はどうしてたんですか？さっきも説明ありましたけど、戦争になったら大量の物資が必要になるからインフレになるでしょ。一時的に金本位制停止してました。あかんやん。え、お金必要になったら結局リミッター解除しちゃったんですか？そんないつでも解除できたらリミッターの意味ないと思うんですけど。理想だけでは世の中やっていけへんのやで。あ、はい。まあでも戦争終わったら全力で金本位制に戻したし政府ってことで。実はこれが原因で日本の経済が爆発したんだけど、そのあたりについては長くなるからここでは省略だ。ご興味ある方は過去動画、日本史に関する一考察21大事件第二次世界大戦編をご覧ください。ということで色々と説明したが、金本位制ってのはこんな感じにインフレを抑制するための政策と言ってもいい。これは逆に言えば、デフレ政策と言ってもいいだろう。これまでに何度も説明した通り、政府が自分の都合で通貨を発行してインフレ爆発する例が昔は多かったから、インフレは悪、デフレは正義、みたいな発想が根本にあったのかもしれないね。ということで金本位制がインフレに対するリミッターとして設定されたわけだ。実際これはインフレ抑制としてはそれなりに機能した。まあドイツみたいな例外はあったけどな。まあ制度上インフレになりにくいことはわかります。しかしこの制度には致命的な弱点があったんだ。そしてこれが日本を含めて世界に大きな損失を与えることになった。ここからはその点について説明していこう。金本位制、その意外な弱点とは。ということでここから金本位制の弱点について説明していくぞ。まあ察しのいい人ならもう察しはついてるんじゃないかと思うけどね。結論から言うと、金本位制はデフレにものすごく弱いんだ。まあ元々がデフレに誘導するための政策だし多少はね。その理由についてもここまでで説明した内容を総合すればわかるんだが、まず、金本位制で一財産を一通貨で購入できる状態があったとする。
これが標準的な状態として、さっきの説明と同じく財産の供給が増えたとしよう。こうなるとどうなるかはわかるよね。通貨が増えずに財産だけが増えるってことは、財産と通貨のバランスが崩れて財産の価値が下落しますね。そう、つまりデフレになる。このあたりの仕組みは今回の動画前半で説明した通りだね。ではこうなった時にはどうやってデフレを解消する？そら教育やろな。そう、そうすればデフレは解決するし、実際現在ではそうする。しかし金本位制でこれは不可能なんだ。理由はわかるね。これは前回から何度も説明あった通り、金の供給量は急には増やせないからですね。そういうことか。金本位制はデフレへの対応が非常に難しい。っていうかデフレにするための制度なんだよね。だからこの事態には対応できない。そして製品価格は中長期的に下がり続け、産業に大ダメージが入る。これわかりやすくするために生産者と消費者を別に記載してるけど、国民の大多数は生産者と消費者両方の立場にいるからな。生産者の収入が給与になって、その給与が製品の購入資金になるわけだからな。つまり、どういうことだってばよ。国中ムキュムキュになるってことだ。これさっきも言ったけど、一生懸命物を作れば作るほどデフレが進んでしまうんだよ。そして金本位制ではこのデフレを解消できない。まあ厳密には解消する方法が一つあるんだけど、これをやろうとするとさらに状況は悪化する。え、そうなんですか。具体的にはどうやってやるんですか。っていうかなんでそれで状況が悪化するんですか。外国に自国製品売りつけてその代金として金を回収するんだ。金の総量が変わらないならすでに持ってるやつから踏んだくればいい。当たり前だよな。いやそれやる方はいいですけど、やられる方は良くないでしょ。そうだよ。だから金本位制でデフレが進行したとき、世界各国は貿易を厳しく制限して、貿易を通じて他国に金が流出しないようにしたわけだ。これがいわゆる、ブロック経済、だな。貿易しなけりゃ金が外国に流出することもないからな。え、そんなことして大丈夫なんですか？景気悪いのに貿易やめたらもっと不景気になるんじゃ。そうだよ。イギリスとかアメリカみたいに自国だけで資源を調達できる国はまだいいけど、日本とかドイツみたいに植民地持ってない国は貿易の収支がどうとかいう以前に、石油とかゴムとかの必需品すら手に入らなくなる危険が出てくる。だからそういった資源が出る地域を強奪しようとして第二次世界大戦が起こった。っていうのは中学校の歴史でも習うことだよね。そうですね。でもその根本原因が金本位制にあるとは知りませんでした。まあこのあたりは説明難しいし長くなるからね。しょうがないね。まあ第二次世界大戦の話はこれぐらいにするとして、この点が本当に闇深いというか救いがたいんだよな。デフレの原因が物余りってことは、働けば働くほど物が増えてデフレが進行するわけだからね。こういう不幸な状況を作らないように工夫するのが政治と行政なんだけど、しかし金本位制ではその工夫ができない。つまり金本位制の状態で財産の供給が増えれば必然的にデフレになるんだよ。そして20世紀は科学や社会制度の発展によって財産の供給がものすごく増えた。この二つが合わさったのが本当に不幸だったな。人間の生産力って産業革命以前に急激に伸びることはあんまりなかったんだけど、でも産業革命以降は一気に向上したからな。いわば人間にとって未経験の生産力向上が起こった時期だったわけだが、これが金本位制という仕組みとの相性が最悪だったわけだ。戦前の世界経済は慢性的なデフレ状態で、そのため経済的に不安定な状態が続いていたんだ。そしてそれが第二次世界大戦の原因になったという見解は多い。まあデフレだけが原因ではないし、そのあたり全部説明すると長くなるから詳細は省くけどな。でも経済的に不安定だと人間の心がすさむっていうのは現在を見てもよくわかるよね。衣食足りて礼節を知るってそれ一番言われてるからな。しかもデフレにはもう一つのマイナス要因もあった。これはネットとかで見たことないからウプ主の試験なんだが、デフレには人間の精神を荒廃させるもう一つの効果があったんだ。がももう30分近いからもったいぶらずに説明すると、デフレには富裕層の購買力を増やす効果があるんだ。ああそういえばデフレっていうのは財産の価値が下がってお金の価値が上がることですよね。すでにお金持ってる人からすると自分の財産が勝手に増えるのと同じなんですよね。そういうことだ。正直これがなければ結構違ったと思うんだけどね。デフレのせいで庶民の所得は減ってるのに金持ちの資産価値は増えるわけだからな。つまりデフレのせいで貧富の差が開くってこった。ああ確かにこれもまずいですね。これ今でもそうですけど、貧困っていうのは相対的なものですからね。みんなが一律に貧乏になれば我慢もできるでしょうけど、こうやって一部の金持ちが得をするっていうのは庶民からすれば頭にくるはずです。少なきを憂えず等しからざるを憂うってやつだな。さっき技術革新が原因でデフレと貧困が発生するとは言ったけど、技術革新が起こった後の貧困状態と技術革新前の通常状態、どちらが絶対的に幸福かは非常に微妙っていうか、前者の方が幸せなことが多いはずなんだけどね。これは今の日本で考えるとわかりやすいだろう。厚生労働省の定義では貧困は年間の可処分所得が127万円以下とされているが、
これだけあったらバブル崩壊前の中流以上の生活ができるだろう。その後デフレが進んだせいで色々と安く買えるようになってるわけだし、そもそもスマホとかパソコンとかはこの頃にはなかったわけだからね。まあ時代が違うから単純には比較できないけど、でも戦前とか江戸時代と比較したら間違いなく上流階級以上の生活ができてるだろう。江戸時代にはエアコンもテレビも電話もなかったわけだからな。それと比較したらエアコンが家にあるだけでものすごく幸せなはずだ。しかも日本だとインフラが整備されてるから蛇口ひねれば水が出るし電気もガスも簡単に使える。数百円払えば公共交通機関で隣の県まで行けるし、病気になっても数万円払えば大体は治る。これ江戸時代とかだったら殿様や天皇でもこんな便利な生活はできないぞ。発明されてないもの、売ってないものはいくらお金持ってても買えないからな。それを考えたら、貧困層に分類されるような所得しかなかったとしても十分に恵まれていると言える。そして周りの環境がこれだけ恵まれてるってだけでものすごく幸せなことなはずなんだけど。でも、日本人の中には自分が不幸だ、って思ってる人結構いるよね。まあそういう感じの人はここのチャンネルのコメント欄にもたまに現れますね。そういえばっていうかここのうプ主の生活費も大体年間120万ぐらいですよね。先月は9万でしたけどとっても幸福ですよ。まあここのうプ主は一人物で自動車どころか自転車すら持ってないし、ネットに繋がったパソコン1台あれば暇しないっていう特殊な変態だからだが、しかし今の日本で月20万もあれば相当なことができるのは間違いないだろう。なのになんでそうなってるかっていうと、これはやはり幸福とか貧困が絶対的なものじゃなくて相対的なものだからだよ。金持ちはあんなに贅沢してるのに俺たちは水とガスと電気とスマホとネットと大衆車しか利用できない。金持ちはロケットで宇宙に行ってるってのに俺たちは年に1回しか海外旅行に行けない。金持ちは通常価格の霜降り肉を食ってるのに貧乏人は半額の霜降り肉しか食べられない。世の中不公平だ、これが格差社会だ、俺たちは不幸なんだっていう感じで勝手に不幸になってる人多いよね。まあネットで悪目立ちしてるだけかもだけど、幸福を感じるには相応の能力が必要ってことですかね。樽を知る者は富むってそれ一番言われてるからな。そういうのも加えて考えると、このデフレっていうのは経済的な損失以上に社会を荒らす効果があると言っていいだろう。そして金本位制という通貨政策はこのデフレに対して有効な対策を講じ得ないんだ。そして長引くデフレで世界中の人の精神が荒廃したことが、20世紀半ばの第二次世界大戦の要因の一つになったんじゃないかっていうのが、ここのうプ主の見解だね。個人の感想です。とまあその辺の話はともかく、ここまでが金本位制でのデフレとその恐ろしさの説明だ。デフレっていうのは恐ろしいものなんですね。そうだね。さっきも言ったけどデフレに関してはいいことはあまりない。強いて言えばさっき言った通り金持ちが得をするぐらいじゃないかね。もちろんジンバブエみたいなハイパーインフレよりはマシだけど、それを恐れてデフレを継続するってのは非常によろしくないんだ。いわゆるバブル後の、失われた20年、はまさにこのデフレが継続した時期でもあるからな。そしていわゆる、アベノミクス、はこの、デフレからの脱却、を目指した政策だったんだよ。これは気象官邸の公開サイトに明記されてるから間違いないよ。ってことはやっぱりデフレじゃなくてインフレの方がいいってことですかね。結論から言うとそうなるな。もちろんジンバブエみたいにハードなのはダメだけどね。でも適切な範囲であればインフレが望ましいっていうのが一般的で、実際日本も年間 2% のインフレを目標としてる。いわゆる、インフレターゲット、ってやつだな。国によっては 3% に設定している場合もあるが、まあとにかく2から 3% 程度のインフレがいいってされていることが多い。今回動画もすでに30分を超えてしまったけど、ここは重要だから最後にそのあたりについて説明しておこう。デフレとインフレに関する一考察、まだまだ続きます。ということで、ここからはインフレの利点について説明しよう。さっきも言ったけどあくまで適正な範囲での話だからそこは気をつけてね。では早速見ていこう。まず一つ目、消費者の購買意欲が増える。これはうプ主がマンション買ったのと全く同じだな。そう、お金持っててもだんだん目減りしていくわけだから、それを防ぐために物に変える、つまり財産を購買しようって考える人が増えるわけだ。そうなると生産者が儲かるから国内の産業も儲かって進歩する。これは非常にいいことだね。ちなみにデフレではこの逆のことが起こる。これはいけませんわ。では二つ目、借金が減る。これはものすごくお得。インフレとはお金の価値が下がること、だから現金資産が減る。これはここまで何度も説明してきたことだ。そして現金資産が減るということは、マイナスの現金資産、つまり借金も減るってことだ。当たり前だよな。これも大きい。息の効果と重複して大いに購買意欲を増やすことになるだろう。今借金しても、将来的にはインフレが進むから借金は勝手に減ってくれる。なら今借金して財産買ったり商売始めるのがお得じゃね。ってなるからね。そしてデフレの時にはこの逆が起こります。マジかよ、デフレ最低だな。ただし、変動金利制の借金の場合はこれは当てはまらないからそこは注意してね。本来なら金利の話もしておきたいところなんだが、これについては長くなるので今回は省略だ。金利については別動画で解説ってことになるだろうね。
まあそこはともかくここまでですでにインフレのありがたさ全開なわけだが、しかしまだこれだけではないぞ。適度なインフレの恩恵にはまだ大きなものがもう一つある。ということで3点目。将来の所得が増える。インフレってのは通貨の供給量が増えることだからね。経済圏内で通貨の供給量が増えれば一人当たりが持つ通貨の量、つまり所得も増える。当たり前だよな。まあそれはそうですね。でもさっき説明ありましたけど、通貨の供給が財産よりも増えるのがインフレであって、財産が増えてるわけじゃないから実質的に購買できる財産は増えないんじゃないですか。まあそれはそうなんだけどね。でも額面は増えてるわけだからなんか得した気になるやろ。まあそれはそうですけど、それはそんな気がしてるだけでしょ。実質的な購買力が増えてないなら意味ないでしょ。それがそんなことはないんだよな。この、気がするってのは経済においてものすごく重要なんだよ。例えばだけど年収500万円の人の5年後の収入が1000万になりました。ただしその間にインフレが 102% 進んで実質購買力はむしろ減りましたっていうのと、5年後に給料が半分の250万円になりました。ただしデフレが進んだから実質購買力は変わりませんってのと、どっちが得した気になると思う？ああなるほど、確かに年収が倍になったって方が得した気になりますね。これは逆に年収が5年で半分になったってなるとものすごく損した気になります。そう、ものすごく損した気になるような。デフレの方が購入できるものの数は増えてるのに。そして自分が損をしてるって考える人は購買意欲も少なくなるもんだよね。所得が減ってるのに消費を増やすって人は少ないからな。普通は節約に努めるだろう。そしてそうなると物が売れなくなって不景気になっちゃうんだ。逆に実質的な購買力は変わってなくても所得が増えてるって思ってる人は積極的に消費を行おうとするだろう。そうすると物が売れるから世の中好景気になる。この差は大きいよね。実際この30年ほどの日本はデフレが続いていたわけだが、そのおかげで日本終わったみたいに考える人はものすごく増えたよな。冷静に考えれば少なくとも現在の日本は全然終わってないんだけどね。さっきも言ったが、電気ガス水道公共交通機関治安すべての面で世界トップクラスの国が終わってるわけがない。国民の平均寿命は世界1位で GDP だって世界3位なんだぞ。もちろんいいことばかりじゃなくて悪い点もあるけどね。人口が減ってるとか、でも冷静に考えれば日本が終わったとか日本に生まれて不幸だっていうのはどう考えてもおかしい。っていうかそう言ってる人は具体的にどこの国に住みたいと思ってるんだろうな。にもかかわらず、日本終わったみたいに考えるのは、やっぱりデフレが長く続いたせいじゃないかね。バブルの頃と比較すると、2018年の平均給与は1割程度減ってるからな。でもじゃあ1991年に戻りたいかって言えばイエスと答える人は少ないだろうね。スマホはもちろん携帯電話もないし、パソコンは一応あったけど今からすればゴミみたいなスペックのものが30万とかするよ。スーパーファミコンの発売が1990年だからな。ちなみにスーパーファミコンのソフトは1本1万円以上するぞ。液晶モニターなんかないからテレビは全部ブラウン管で29インチ20万ぐらいする。今とは比較にならないぐらい低スペックのものが何倍もしたんだよ。まあ逆に外食の費用とかはかなり安かったけどね。でも冷静に考えればバブルの頃と比べて現在の日本が不幸というのはおかしい。もちろんこれも個人単位で見れば不幸な人はいるだろうけど、日本全国で言えば明らかに財産の総量も個人の購買力も増えているはずだ。にもかかわらずそう思われてないのは、しつこいようだが世の中がインフレからデフレに転じたからじゃないかね。という感じに、実質的な購買力が同じでも、その購買力を持っている個人の感覚によって、最終的な幸福度には大きな違いが出るんだよ。そしてその、感覚の違い、は、将来の所得が増える、という予測から来ている。少し違う言い方をすれば、未来は現在よりも幸福である、という実感があるかどうかだな。大雑把に言えば、インフレというのはこういう感覚を持ちやすいんだよ。逆にデフレだと、現在は過去よりも、そして未来は現在よりも不幸である、という感覚になりやすい。実質的な購買力が変わらないにもかかわらずな。なので、うつ主的にはこの3つの中だと丸3が一番大きいと考えてるよ。丸3の結果丸1の効果もさらに高まるしね。そう考えると、デフレっていうのは本当に不幸なことですね。まあ、所得が減るっていうのはものすごくわかりやすいですしね。自分が不幸になっていくのが。その一方で、物価が安くなってるってのは実感が湧きにくいし、デフレになってるからといって全部のものの値段が下がるわけでもない。人間って落ち目になると、悪い点に目が行きやすくなるものですから。自分に不幸な情報を全力で集め始めてさらに不幸になることも少なくありません。しかも最近は SNS があるから簡単にそういう情報も集められます。そうなると思う？自分は不幸だ、としか思えなくなるだろう。冷静に考えれば幸福な点はいくらでもあるんだけどな。そういう、心の余裕がなくなるのがデフレの最大の弱点じゃないかと、ここのうつ主は考えてるよ。さっき説明した第二次世界大戦も、世界中がそういう精神状態になっていた中で起こった。これはよく覚えておくべきだろう。
ということでここまでがウプ主の考えるインフレの利点だ。何度も言うようだが、これはあくまでも適正範囲内での話だからな。これを超えるような激しいインフレ、特にハイパーインフレはデフレ以上に有害だから、そこはくれぐれも間違いのないように。インフレはインフレでいろいろと厄介なんだよ。今回は詳しく説明しないけど、インフレには強い自己増幅性があるからね。インフレがインフレを呼んで最終的にバブル景気をもたらすことがあるからな。日本のバブル景気もこれが原因だし、似たようなことは古今東西何度も起こってる。だからデフレを抑えつつ極度のインフレにならないよう、適正な範囲にインフレに誘導するというのが現在では各国政府の重要な役割になってるわけだ。そういうのを考えると、バブル以降20年もデフレを放置したのは失策だったと言わざるを得ないし、それを改めてインフレを実現したいわゆるアベノミクスは正解だったと、ここのウプ主は考えてるよ。実際2022年度は日本企業の多くが過去最高益を出してるし、これに合わせて従業員の給与を増やしている企業も多い。日本が適度なインフレを継続していることは、これと無関係ではないだろう。もちろんその中で物価が上がることになるけど、それは健全な経済の結果だからね。人によっては給与は上がってないのに必需品の値段だけ上がってるってこともあるだろうけど、そういう人も必要以上に不幸になろうとせず、その中で幸せになれる方法を落ち着いて考えてね。世の中全体が良い方向に行っているわけだから、その分選択肢も増えているはずだからな。ここで悲観的になってしまうと、それが原因で本当に不幸になってしまいますからね。ということで40分超えとなってしまったが、今回の動画はここまでだ。おっす、ありがとうございました。それで次回はどうしますか？そうだねー。もともとは、貿易、か、金利、にするつもりだったけど、ちょっと今回の動画編集を通じていろいろ考えるところもあったから、もしかしたら別のテーマにするかもだねー。通貨というか経済の解説は難度がものすごく高いし、説明すべきこともものすごく多いからな。各回のテーマをわかりやすくするために説明を省いている部分も多いが、それが原因で視聴者の皆さんに誤解を与えている恐れもあるからな。なので次回は動画へのコメントも確認しながら決めようと思ってるよ。リクエストとか、ここまでの内容でわからなかった点があればぜひコメントしてほしい。次回動画のテーマ決めに活用させていただきます。ということで今回はここまでだ。それでは。流れ弾は臆病者に当たるって言っただろうか。